魚介の出汁がしっかりと出たお鍋、締めはうどんをポン酢で味わう。皆さんこんにちは、そしてこんばんは、こもたんです。今日は会社の社長に連れられて心斎橋へうどんチリを食べに行きました。うどんチリ本家西屋、老舗の料亭のようなお店です。門構えを見てびっくりしました。うどんチリというのはこちらの西屋さんの登録商標で、山海の幸やうどんを使った鍋料理のようです。テーブル席の中央には鍋があって、豪華で上品な雰囲気の店内となっていました。お料理の具材は綺麗な器に盛り付けられていました。まずはハマグリや車エビで出汁を取るようです。鍋奉行は中井さんがすべてやってくれました。中井さんの接客がとても丁寧です。お料理も豪華で、ちょっと場違いな場所に来てしまった感じがして恐縮しました。うどんチリ、魚介の出汁が出たお鍋です。出汁にしっかりと使った野菜や海鮮類をたっぷりと楽しむことができました。貝類も美味しかったです。お鍋って体が温まっていいですよね。鍋料理を楽しみました。具材を全部食べると最後にうどんの登場です。うどんはそのままつゆにつけて食べることもできますし、お鍋で温めてポン酢で食べることもできます。滑らかでコシのあるうどんを楽しみました。うどんはおかわり自由なので何度もおかわりしました。とっても素敵なものを食べられました。普段はなかなか行くことができないようなお店なので感激です。さてさて、いかがでしょうか。興味を持っていただいた人のために、西屋さんの食べログのリンクを説明欄に貼っておきます。お値段や他のメニューが気になった方はぜひチェックしてみてください。では本日もごちそうさまでした。